どうも大輝です。今週の大輝の大冒険は、北海道大好きな人と語ろうという回で来てくれた北海道岩見沢市で農業支援しているズッシーと一緒に話をした、一部を皆さんにお届けしたいと思います。ではどうぞ。ズッシーは今働いてる場所としては、はい、働いてる市町村としてはどこなんだっけ。知ってて聞いてますもんね。ありがとうございます広げてくれてますね僕は岩見沢で働いてます。岩見沢、岩見沢札幌から岩見沢に通勤してるってわけだね。そうですね、うん、すごいな。知ってますか岩見沢市皆さん。岩見沢でも農業が有名っていうイメージはずっとあるね。あ、本当ですか。うん、なかなか岩見沢ってどこって言われることも確かにありますね。苫小牧と間違えられたりとか、漢字3文字ってだけじゃねえみたいな、まあ、そういうこともあります。結構ビバ焼き鳥が好きで、ビバ行くときに通るんだよな。 ありがとうございます。ビバも管轄です。あ、そうなんだ。そうです、よかった。もう農業っていうのはもう全般になっちゃうね、はい、そのなんか品種っていうか種目じゃなく、一応専門はうん、お米なんですよね。けどまあ麦とか、うん、野菜とか畜産とか、うん、それぞれ専門がいて、うん、みんなで手分けしてる感じですかね。うん、果樹園とか岩見沢のなんか、はい、行ったことあった。ありますね。果樹担当の人もいますね。なんか取り放題みたいなのがあった気がする。さくらんぼとかりんごとか、ね、岩見沢いっぱいいろいろあるんですよ。お、岩見沢の翔太郎丸知ってますか？翔太郎丸もちろん知ってます。ないんだ、ないんだ。あの、ドカ盛り系のラーメン屋っすね。平日昼に行くと、ゆで卵食えるんですよ。おー。ゆで卵が山盛り乗ってて、あの、好きなだけ食えるんですよ。おー。めんめんって、めんめん。めんめんもわかりますよ。あ、めんめんも岩見沢なの？めんめん、あの、そうめん屋ですね。岩見沢の美味しいお店がどんどん出てくる。多いな。ちょっと今度岩見沢ツアーやるしかないですね。BGM。岩見沢ツアー。農業ツアー。岩見沢ツアーをちょっと。農村を見ながら、あれはこうで、あれはこうで。いいね。語るという。翔太郎もあると、めんめんに。岩見沢の三船さん、めちゃくちゃ美味しかったです。三船は神です。ちなみに三船はさっき、あの、守さん言った、ビバイ焼き鳥の店が岩見沢駅の目の前にあります。おこの間言ってたやつ、あの言ってたかもしれないですね。あそこにあったっつうよね。どこだっけ、あのあれ札幌にあったっつうの時。そうですね。なあとなんだっけ、平岸の方なんかありましたよね。え、住みかフットサルの帰りか。あー、そっちの方でしたっけね。フットサルやってね、あ、三船だって。あのね、フットサル三船の焼き鳥最高なんで、みんなで岩見沢行きましょう。もう一人その岩見沢の農業やってる人いて、その人とフットサル終わったら3人で飯を食いに行くっていう、なんかグルメツアー勝手に始まるもんね。99% ラーメン1回だけステーキ食いに行ったりして、うまそう。みんなで飯を食いに行ってるんだな、フットサルチームで。そうですね。夜中行くならピッカーニャだよね。はい、朝から晩まで、あの1日中ピッカーニャ空いてるんで、はい、24時間営業なんで。すごいわ、あそこは。なるほど。ピッカーニャ行きましょう。皆さん、あのピッカーニャ行きましょう。ピッカーニャ、札幌といったらもうピッカーニャ。そうですね、札幌からで一番なくなってほしくないもの何って言われたらピッカーニャです、ね、美味しいラーメン屋さんの情報が。お、岩見沢のだるま屋ってラーメン屋に泥ラーメンがあります。お、だるま屋いいですね。いいね。ズッシーの農業の話ってなんかある、したい話。食べて人間生きてますんで、うん、でこれまで人間がこう社会を作ってきた根底に農業が必ずあって、うん、まあ、そこから人口が増えたし社会ができてきたんだっていうことは結構忘れて生活できるんですよね今。うんうんうん、けど
知ってたらなんで今こういう社会になってるのかとかにつながってくるので、まあ、ぜひこの今の社会の中の根底にある農業ってやつをちょっと気にしてもらえたらいいなって感じですね。おー、考古学的には農業といえば弥生時代。あ、そうですね、やっぱ弥生時代になったその切り替わりの時に稲作が始まり、まあ、伝わってきて、そこから一気にこう文明というか集落というか考古学土地に住むというかその土地にとどまるみたいな。へー、で住居ができたりとか倉庫ができたりとか。厨子にとって大樹さんはどんな人なの？ああ不思議な人だなって思いましたね。最初は引っ越してきて早々にフットサル来てるんでこの人は何なんだろうって思って、でフットサルがうまかったんですよ。だからもう一回一緒にフットサルしたいなって思ってて、でその同じサークルでまた会う機会があって喋ってるとなんか面白い人だなって思ったというまあフィーリングですよ。大樹さんフットサル強いんですか？強いですね。プレイ中に、まあ、今味方同士ですけど、たまにこう敵になる時があって、でフットサルやると体がガーンって当たることあるんですけど、鋼鉄の体をしてるんですよそういう意味で言うとめっちゃ強いですロボット説が硬いっすよ本当に。オイル飲んでるって噂があったらしいロボット説ね。じゃあありがとうね。ありがとうございました。ズッシーでした。農業支援のズッシーでした。